オンザ・ルーフスは、ウクライナのビタリー・ラスカロフとロシアのバディム・マコロフによる、二人組のフリークライミングチーム及び写真家集団。世界有数の高層建築物やランドマークを、命綱、ハーネスなしで登り、非常に高い場所からの写真撮影を行い、登頂時の動画を記録している。このような活動は、ロシアの若者の間で人気となった、スカイウォーキングと呼ばれるもので、 ラスカルフとマコロフの二人は、その先駆者として位置づけられている。アップロードされた動画作品は、ネット上で話題を呼ぶ、バイラル動画となっており、オンザルーフスの行動については、ネットユーザーからの否定的な声もあるが、アップロードされた動画を賞賛する学術研究者も、存在する。二人が出会った、サンクトペテルブルクのボリショイ・オブホーフスキー橋ラスカロフは2010年から、 建築物のフリークライミングをモスクワで開始する。同年サンクトペテルブルクのボリショイ・オブホフスキー橋を登っている最中に出くわしたことをきっかけにマコロフと知り合う。その後チームでサグラダ・ファミリア、ケルン大聖堂、エッフェル塔、ノートルダム大聖堂、ギザの大ピラミッドをはじめとする世界有数のランドマークや橋、高層建築物において、 安全具を伴わない状態でのクライミングを行っている。オンザルーフスとしては、ピブニチニー橋で、釣り橋のケーブルを支えるパイロンに登った時から、登頂時の様子を動画で記録し始めた。ラスカルフラが2014年の春節に登頂した、上海中心2014年には、ラスカロフと、 マコロフが当時世界で2番目に高い建築物である未完成の上海中心の登頂を行い、それによってオンザルーフスは国際的な知名度を高めた。ラスカロフラは登頂の6ヶ月間前から計画を練り始め、建設業者が不在で警備が手薄となる春節にタワーの建設現場に侵入した。中国当局はラスカロフラに対し20年間にわたる 再入国禁止を通告したが、偽名で活動している彼らは、その1年後には、法の目をかいくぐり建設途中の平安国際、金融中心の登頂に成功した。また2014年には、ラスカル・フラが4人組で、中国網楽中心に登頂した、際、最上部に設置された LED モニターを乗っ取り、WATS、アップ香港の文字列や上海中心登頂時の動画を映し出す。 ビルボードハッキングを実行した。2016年4月には韓国で最も高い台に、ロッテワールドタワーへの登頂を行った。建設現場には警備犬や警備員、監視用ドローンが配置されていたにもかかわらず、それらの監視を振り切って、当時建設中のタワー登頂を果たした。ラスカロフラは安全具を使うことなく高い場所に上り、頂上にたどり着くと不安定な場所に捕まって、 写真撮影を行う。そして独特な角度から街の様子を写真撮影し、登場時の様子も動画で記録している。彼らのような行動はスカイウォーキングと呼ばれ、ロシアの若者の間で人気が高まった背景があり、ラスカロフとマコロフの二人はその先駆者として位置づけられている。一方でこのような先駆者の存在によって、決して合法とは言えない。 スカイウォーキングに注目が集まるようになり、建物の警備員がルーフトッピングに挑戦する他の若者に対して警戒を強める原因となったため、ロシアのルーフトッパーたちはラスカルフラを好意的に捉えていない。盗聴や撮影を行う前には、毎回異なるやり方で計画を立てている。彼らは朝の早い時間帯に場所に張り込み、警備員が引き返すのを待ってから侵入を図っている。 建物内へ忍び込むためには、施錠されていない扉や公けには立ち入り禁止である、場所へと繋がるはしごを用いる。登聴の際、安全具は使用しないが、カメラ機能付きの携帯電話、自撮り、棒、頭に取り付けるヘッドマウンドカメラである GoPro、後日のデジタル一眼レフカメラを身に付けている。撮影の際には、景色が晴れるシャッターチャンスまで、長時間待機することもある。 彼らが登場する際は自身だが、スカイウォーキングを楽しむために登頂を行っており、他者に干渉したり、注目を浴びたりする意図はない。オンザルーフスは、片手でぶら下がるような危険行為を避け、他の一部のルーフトッパーのような命がけのパフォーマンスは、行わないが、登頂を行う建造物の高さが結出している。一方でラスカルフラは、高い建造物のみならず、大聖堂や地下、 工業地帯なども撮影対象としている。写真撮影に用いる機材は写真のクオリティを重視して、ラスカロフがキャノン EOS6D、マコロフがキャノン e o s 5 d m III をそれぞれ使用している。カメラに取り付けるレンズは両者共通で望遠ズームレンズ EF70 から 200mm、F4 リットルび広角ズームレンズ EF17 から 40mm、 F4 リットルを用いる。彼らは撮影した写真を販売したり、広告写真を撮影したり、スポンサーシップを受けることにより、生計を立てている。ラスカルフは、写真活動を行う上で感化された人物はいるが、彼は、自身の思うままに撮りたいと思ったものを写真に収めており、撮影を行う場所に行くことの二の次として、写真撮影を位置づけている。 ラスカルフのインスタグラムアカウントは2014年8月時点で26万フォロワーを超えている。マコロフの方は様々な写真撮影を行ううちに都市の風景に対しての美的感覚を抱くようになったのがきっかけで登頂を始めている。オンザルーフスは前日のように様々な企業からスポンサーシップを受けてクライミングを行うことがある。2014年に 中国網洛中心を登場した際の様子を記録した動画は香港に本社を置くビデオ撮影会社ワイルド、ベアと共同でのバイラルマーケティング目的で制作されたことがわかっている。2015年には彼らが当時世界で最も高いホテルである JW マリオット・マーキスドバイホテルに登場する様子がキャノンヨーロッパのコマーシャルビデオとしてリリースされ広告等の役割を担っている。 このビデオグリップについて、ウェストミンスター大学の建築学者、ダビデ・デリューは、ルーフトッピングが超越した場所での行為から、正常な、そしていよいよ商品化された出来事へと急速に転換したことの表れだとした。2016年の第2ロッテワールドタワー登庁の際には、ロシアのオンライン旅券及びホテル予約サービス a n y w e、YN、y a n y d a y c o m が、スポンサーとなっている。 2017年には10月11日にスマートフォン向けゲームファイナルファンタジー覚醒が韓国でリリースされるのに先立ち配信元のフロリダモバイルコリアと共同で企画して中国新選手のカジュングループ本部ビルにてラスカロフラが登場を行う最中にそのゲームをプレイする動画をリリースしているラスカロフラが発足されたルースキー島連絡協2012年に ラスカロフが3人組でルースキー島連絡橋を登場した際、不法侵入のため補足され、罰金を課せられたことで彼らの活動がメディアに取り上げられた。2013年3月にはギザの大ピラミッドに上り立ち入り禁止区域で撮影を行い、それによってメディアの注目を集め始めた。ラスカルフらの行動に対し彼らを妬む者や恐れる者、 怒りをあらわにするもの、古代建造物の保存に関して懸念するものなど、様々な反響があり、これを受けてラスカロフは、CNN に当てたメールの中で謝罪している。上海中心に登場した、際の記録動画は2014年2月12日に、YouTube 上にアップロードされ、その翌日には130万回再生及び8000、コメントに及ぶ反響があり、 模倣する中国人も現れた。2016年4月時点では5200万回の再生数を記録している。彼らの行動により、後にタワーの管理者は同様のパフォーマンスを避けるために壁の周囲にワイヤーのフェンスを設けるなどの対策を施す方針を示した。2014年に中国網楽中心で行ったビルボードハッキングの動画については、 ラスカルフラが近隣ビルの屋上を借りて空撮を行ったことを明かしているが前述のようにワイルド、ベアーとのプロモーションスタントであることが判明しているため動画の信憑性を疑問視する声もあるラスカルフラの行動を受けて香港で民主化抗議活動を行うオキュパイセントラルからはデモの象徴である黄色い傘をビルの屋上で掲げることはできないかという打診もあったが オンザルーフスはこれについて関心を示さなかった。また、第2ロッテワールドタワーの登場を記録した動画は、YouTube 上で投稿された翌日に50万回再生されている。事前に彼らの出入りを禁ずる張り紙を用意していたものの、侵入を許す結果となり、ロッテワールドタワーの代表者は、ラスカロフは外壁を登るという最も馬鹿げた方法で登場を行うため、 彼の不法侵入を防げることは難しいと後にコメントを残している。さらに彼らの行為は多くの韓国人に適厳しく非難され、インスタグラムではラスカルフを周りの無実な人々の安全を脅かすという意味で非武装のイズ兵士と揶揄したり、彼は外国で厄介者になっている。安全は建設現場において最大限の原則である。彼は こんなことを安全具なしで行うなんて考えなしだ。彼の趣味が他人にとっては有害であることに気づいてほしいと書き込んだりするユーザーが現れた。ビルボードハッキングが行われた中国網楽中心と屋上に設置された LED モニターウェストミンスター大学の建築学者ダビデデリューは上海中心で人目を盗んでいった盗聴を誇示したビデオや写真がリリースされると オンライン上で小さな騒動が起こった年、頂上でデジタルレフカメラで撮影した写真に加え、登場時の危険な探索を行う様子を記録したビデオによって、彼らの探索は映画のような功績として受け入れられたとしている。中国網楽中心の動画に関して、シドニー大学の文化地理学者、ブラッドリー・ギャレットは、ビデオの最後で彼らがビルボードハッキングを終えた後、 覆面を被った男たちが階段を駆け下り、吹き抜けで着替えて、ロビーの外へ、静かに歩いていく様子は、映画、ミッションインポッシブルの一シーンのようだと言及している。ロンドン大学の犯罪学者、セオ・キンディニスは、テンポの速いカットの連続、様々な角度からの撮影、低速度撮影された映像、都市の景観を空撮した、襲いかかるようなショットプロレベルの編集技術に、 着目し、犯罪者が自分自身を撮影したものというより、制作費用に高額を投じたミュージックビデオの方がより近しい作品と表現した。さらに盗聴の様子を撮影するという考えの下で、全体の流れが綿密に企画されている点に関して、本作品の制作者は CCTV よりは MTV のようと例えた。また本作品は彼らが登場したことの、 証拠というよりは LED モニターを組み合わせたビデオパフォーマンスであると位置づけている。加えてギャレットがこの撮影をメタセルフィーと表現したことを引用し、キンディニスはこれには否定的な意図を含んでいるかもしれないが、啓蒙的であると指摘し、現代の消費者文化において多くの人は独自性を生むような商品や経験を消費することを通して自己確立を行うことから、 オンザルーフスのような犯罪と逸脱行為の中間にあるパフォーマンスは消費者が行うライフスタイル選択の中で特殊なタイプの一つに過ぎないと考察している。ありがとうございます。